厳選月一ジャーナル皆さんこんばんは月に一度の厳選月一ジャーナルのお時間でございます私は毎日放送アナウンサー西安市ですそして今夜のお相手はこの方 MBS アナウンサーの松川ひ子です先月に引き続きよろしくお願いいたしますせーの大炙りカルビ中炙りカルビ小炙りカルビ大炙りカルビ中炙りカルビ小炙りカルビ言えてない この前のね、永、えー、田えつ子アナウンサーが頑張ってたところを受けてみようと二人で一斉のネって言おうかと思ったら、おしゃれな曲が流れ出したんで、えー、そうですね。そういう番組じゃなくて <laughs>、はいえー、あの言えたあ言うて、あのねっえっちゃん言ってたけど言えてなかったよ。<laughs> 大あぶり厳しい、ね、カルビじゃないカブになってたよ。<laughs> 大あぶりかぶりになってたよね。<laughs> でも私も言えてないから人のこと言えないです。でもなんかこう、分子師匠のお相手を。悦、えー、子さんがね、はい、上田えつ子アナウンサーがやってるっていうのが、なんかこう。ラジオってやっぱすごいなと思いましたねそうです。20年経ってもね、うん、変わらず。そう、本当になんかやりとりが変わらず。変わらずです、なんかその頃に戻ったというのが、全然そのまんまでしたからね。はいはい まあすごいなと思いますけれどもここからは厳選月一ジャーナルのお時間でございます、はい、まあニュースについて様々あ月に一度扱っておりますけどもニュースということで言いますと世の中どうですかまだ梅雨は続いている関西で言うとねえただ暑い日は暑いところがですねあ師匠あ <laughs> 大炙りカルビでございますどうも 中炙りカルビです、ねえー。えー、えー、えー、ええー、え。わざわざ今スタジオの外にね。え、今、あのアナウンスセンター長の保険に関わりますから。はい、大炙りカルビ、大炙りカルビ、<laughs> 大炙りカルビと言ってみたい。どうでしょう、どうでしょう。ああ、言えてない。ああ、ね、言えてない。ああ、なるほどね。<laughs> いや、なにか入ってきてください。<laughs> 外でなんか。はい。茶屋町ホテルで。お世話などうも。いつもありがとうございます。いつも。言っております。え、うちの上田がお世話になりました。今日お世話になりました。お世話になりました。どうも。ベレー帽お召しになってね。大変よ。おしゃれな。いやあの。 ほんまんもっと難しいのを最後に選びたかったんですけどえっ、ー、<あ>ちゃんは全部ピンポン押すもんですから <laughs> 最後こないたまって選ぶのに <laughs> 上から2つ選んだい <laughs> いやいや,いや,いや上からねネタを見せてもらうと嬉しいですもん,、ねんえーね、今も言ってたんですけどえこの番組っていうことでいうと何,何年ぶりぐらいのこのあれですか 2年前に一度読んでいただいて、その前はもう10年ぐらい空いてたかもしれない。結婚する前とかでしたもんね。そう、20代の時だったね。本当に変わらないでしょうちの全然変わらないありがとうございます。タイムスリップしてしまいますね。ラジオってはい。また我々もご一緒できますようにはい。わざわざありがとうございます。ありがとうございました。ごあぶりかぶりでした。ごあぶりかぶりでしたね。私たちも言えてなかった。言えてなかった。はい。ありがとうございます。 言えてない仲間がお届けする M. B. S. ラジオ、M ラジでございます。はい、ええ、文枝師匠が今スタジオに入ってくださ、いました。ありがとうございます。そうそうそう、あの。ニュースね、はい、ええ、いろんなニュースがある中で、私今非常に気になってるのは、コロナの第九波でございます。来てる気がしますてます。はい。今日からスタジオ復帰しましたけども。松川さんの同期の。川田君。はい。ええ、コロナ二回目の罹患。はい。結構な熱が出て。 ニュースが続いたって言ってましたから、ね、結構今回はひどいのかもしれないです、はい、で、咳も残ってるっていう,ようなことでかつてほど大騒ぎしなくなっているので,こううで少しガードが下がっていたりあのちょっと大したことのように捉えてない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、やっぱりかかるとしんどいし基礎疾患のある方はリスクが高いですから、はい、くれぐれもお気をつけいただきたいと思いますが今日の源泉月一ジャーナルのテーマは、はい、ずばり。 ワグネルの乱,の,の乱というのかプリゴジンの乱というのかロシアで起こったあの1週間ちょっと前の出来事、はい、あれは一体何だったんだ、はいはい、というところを軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんスタジオにお越しいただきまして、はい、本当にあれは何だったんだ何で起こったんだ、うん、そして不思議でしょうがないです。 これはこの後のことに何か影響を及ぼすのか、ね、まあそこが一番気になるんですけれども、どううはい、そうしたことについて専門家からのご意見、えー、見方というのを教えていただこうというふうに思っております。えー、皆さんからの質問ぜひお寄せください。お待ちしております。さあ、えー、メールを紹介した方には、はい、ポチッとエムラジクリアファイルをお送りします。三、はい、入りでお送りさせていただきます。メッセージは一アットマーク m b s 一一七九ドットコム i c h i アットマーク mbs 一一七九ドット c o m までお送りください。はい、お待ちしております。では、早速と言いつつ、今五分経ったところですが、はい、今日の最新ニュースからお伝えしましょう。松川アナウンサーです。はい、お伝えします。熊本県では猛烈な雨が降り、気象庁は今日午前六時半ごろと午後一時半の。2回、発達した雨雲が連なる線状降水帯発生情報を発表しました。 熊本市では避難指示を出したほか各地で浸水の被害が相次ぎました九州南部の鹿児島県と宮崎県では明日午前にかけて線状降水帯が発生する可能性があります一方、明後日は再び九州北部で大雨になる恐れがあり気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています次に、今日午後2時ごろ滋賀県長浜市の姉川で 男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、見つかったのは、先月29日の大雨で川が増水した際、ア漁の仕掛けの撤去作業中に流されていた92歳の漁師の男性とみられています。警察によりますと、発見場所は、男性が作業していたア漁の仕掛け付近で、遠くに流されず沈んでいたということです。今日午後、 東京都港区新橋のビルでガスが爆発したとみられる火災がありバーの店長や通行人ら4人が重軽傷です警視庁などによりますと今日午後3時10分過ぎ東京新橋の雑居ビルで爆発音とともに灰色の煙が出ていると目撃した情勢から百刀番通報がありました消防車など31台が出動して消火活動に当たりましたが 地上8階建てビルの2階部分など20平方メートルが焼けました。この爆発で男性店長と50代の女性店員、通行人の50代の男性が重傷、通行人の70代の男性が軽傷で、合わせて4人が怪我をしましたが、いずれも意識はあるということです。現場はバーで建物内でガスが爆発したとみられ、警視庁の聞き取りに対し、 バーの50代の男性店長は開店準備中にガス臭いと思いながら2階の店内にある喫煙室でたばこを吸おうとしてライターに火をつけた瞬間に爆発したと話しているということです。大阪のの IR カジノをを含む統合型リゾートの用地をめぐる不動産鑑定について 大阪市がががないいとと説明しししててきたたたメール198通存在していたことが分かりました IR の誘致をめぐっては土地の賃料を算定した不動産鑑定業者4社のうち3社で価格などが一致していたほか IR 事業を考慮せずに賃料を算定するなどしていたことから市民らが大阪港湾局と鑑定業者との間でやり取りした文書の情報公開請求を行っていました。 これに対し、大阪市公安局は、これまで鑑定業者などとのメールは消去したとしてきましたが、外付けハードディスクにメールが保存されていることが分かったということです。当時の担当職員は、情報公開請求を受けた10日ほど後にメールを削除していて、市の聞き取りに対し、メールの取得から1年以上が経過しているため、消去しても構わないと考えていたと説明しているということです。 公安局によりますと、198通のメールには、IR を考慮外とする条件に関するやり取りなどが含まれていたということです。横山市長は、公文書管理が不適切だったと謝罪する一方で、賃料の算定に IR を考慮しないよう大阪市が伝えた事実はないとしていた説明に、そごはないとしていて、今後見つかったメールについては情報を開示したいとしています。 おしまいに先月ロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルが戦闘員の募集を一時的に停止したと発表しましたワグネルは2日 SNS でウクライナでの特別軍事作戦への一時的な不参加やベラルーシへの移動に伴い戦闘員の募集センターの業務を1ヶ月間停止すると発表しました こうした中、AP 通信などは衛星画像の分析をもとに、ベラルーシにワグネルの戦闘員を受け入れるための施設が新たに設営されている可能性があると報じました。ウクライナとの国境からおよそ230キロ離れた地点を先月30日に撮影した画像では、15日の時点で空き地だった場所に多くのテントのようなものが確認できます。ウクライナメディアによりますと、ウクライナ当局は ベラルーシは8000人ものワグネルの戦闘員を収容する用意がある可能性があると指摘しています。この時間のニュースは以上です。はい、ニュースをお伝えしました。松川アナウンサーでした。まあ、最後のニュース、ワグネルに関する情報でしたけれども、はい、コマーシャル挟みまして、このプリコジンの乱を受けまして、ロシアの現状、そしてこれから一体どうなっていくのか。軍事ジャーナリストの黒い文太郎さんの登場です。

本日のゲストご紹介いたしましょう。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。こんばんは。あ、黒井ですよ。お願いいたします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。はい。お願いします。この番組では以前、まあ、これちょっとスタジオにはお忙しくて、お越しいただけなかったんですが、ご出演いただきまして。はありがとうございます。二回目の登場でございます。よろしくお願いします。あの、まあ、先ほどもお伝えしたところなんですけども、プリゴジンの乱と言えばいいのか。ワグネルの反乱と言えばいいのか。まずね。 黒井さんはこれが起こった瞬間あいつか起こると思ってたなのかえほんまになのかまずファーストリアクションどんなやるかやらないかで言えばや、まあ、やるあやるととはは思思っっっっててななかかたたす、はいはいまあ、彼はそうやっていろいろパフォーマンスはするんですけれども本当にそこまでアホなのかっていうのはちょっとそこまでは予想してなかったんで。はい やっっっったたななとといいいううここするかももしれててのあ、ね、だから本人はとにかくその軍,軍の上層部に対する文句をバンバン言っていて何かこう俺の言うことを聞けみたいなことをバンバン言ってましたから、えー、まあどっかで何かされる、まあ、軍の方が処分するんじゃないかと思っていたんですけれども先手を打ってああいうことをやったんですが、うん、まあ,あれをこう日本時間で本当に早朝朝5時台ぐらいに入ってきてたまたまちょっと早く起きたんで、うん、えネットを見て。 見てててましたらそんな痛いポン入ってきてああやっちゃったなっていうう。ということはあの時ね、まあ、これおいおいこのお残り時間で伺っていくんですけどあの時僕らはこれはえらいこっちゃとロシアの中でまあ内戦状態になるかもしれへんぞというような印象を持ってひょっとしたらまあ軍隊民間軍事会社のロシア内の内戦もうウクライナどころやれへんがな、まあ、ついでに言うとこれでウクライナ の戦況が一気にウクライナ側に傾いたりして。あの 和平交渉なりが優位に運ぶとそれはそれで悪いことじゃないけどこれ、えらいことやでとまで思ったんですけど黒井さんはそうは思わなかったっとかあの、まあ、要はそのワグネルの戦力自体もそんなに大きくはないんであ,<ー>、えーまあ割とその暴発したけれども、はい、まあ鎮圧されて終わるだろうなと思っていたのでむしろ意外だったのはロフソフ州の街をですね占拠したり、うん、その後、まあモスクワの近く200キロぐらいまで、うん、ほとんど抵抗なく行けてしまった方が意外でした。簡単に あのやられちゃうと思ってました。<ー>でもそのあのモスクワに行けてたっていうことはある程度分かっ てるややってたというのかそれを手助けしたロシア軍側もあるってことああの手助けしたんではなくていわゆるその迎え撃つのできなかったんですね、はい、要は部隊、ロシア軍の部隊がウクライナの中に入っちゃってますから、はいえー、それを止めるだけのものがいなかったということで、はいえーまあ後から分かったんですけれどもウクライナに入っているロシア軍の一部には撤退あのモスクワ守れ命令が出たんですね。なので戻って てはいたんですけれども、うん、その途中のところまでで向かいつだけの戦力が間に合わなかったっていうことですこの反乱のまあ詳細について後でもう少し詳しく伺おうと思いますが、うん、まずこのスキンヘッドのねコアモテの <laughs> プリゴジンという人ですけれどもキャ,キャラが立ってますよねキャラが立ってますよね見た感じ怖い顔してますねあ,、はい、あのカメラに向かって怒鳴るし、はい えー、ロシアの偉い人を名指しで呼び捨てにして「うん、てめえら俺の弾薬どこにあるんだよほらー」みたいな「よこさねえと軍引っ込めぞほら」みたいなことをまああの。 え字字幕幕によよよるととでですすす <laughs> <幕を S 1> <laughs> ニュアンスとしててはっごいですよね、はい、昔あのベストヒット USA で小林克也さんの「あのいやー久しぶり」っていうので「あこの人めっちゃ外国の有名なタレントさんと仲いいんや」と思ってましたけど「ご無 <laughs> さたしてますね」って書かれたら丁寧に接してるんだなと思う、はい、まあまあでもそんなイメージの人じゃないですかプリゴジンっていうのは。 そのえー、飲食やってたんだとかいろいろ言われますけどもあのざっくり聞いてごめんなさいどんんなな人なんですかまあですからもともとチンピラ出身なんですねチンピラ出身、まあ、分かりやすく言ってしまうとキャラクター自体は表、はい、に出て喋ることなかったですから、はい、去年ぐらいからやって出てきて喋るのを見て、うん、ああやっぱり見た目通りですかねあの雰囲気もチンピラなんだなって分かった感じなんですけれどもまあまあその前から結構本当に10年 近く前からですね、うん。まあ、名前は出てたんですね、はい。ええ、まあ、そういったワグネルとか、あと、そのインターネットの、そのアメリカ。 とかヨーロッパでの,そのネット世論工作をする IRA っていう会社のまあオーナーということで有名だったんでえまあ裏社会の人間だってのは分かってましたただまあ彼の,キャラあのまあ出身といいますかもともと学生時代は運動選手だったんですけれどもまあそれがうまくいかなくてその後ちょうどソ連が崩壊する頃にあの頃って私もちょっと住んでたことあるんですけれどもとにかく国中にあの チンピラがいっぱい出たっていうか、<ー>はい、あの、まあ、まあ力がものを言う世界だったんで、正常不安だったわけです、ね。そうですね。ま正常不安に、うん、で誰かそこで飯を食っていくためには暴力っていう、うん、そういう世界、うん、でまあそ彼もそういう世界に入って で、いろんなその暴力沙汰を起こして刑務所に長いこと入り、うん、ということでまあ出てきたんですけれども、ちょうどその出てきてから、ですね、えー、まあサンクトペテルブルクって町が地元なんですけれども、はい、そこでいろいろその商売をいろいろ始めて、うん、その中の一つにまあカジノというのをやったんですけれども、そのカジノのを使うと、そのサンクトペテルブルクの町のなんか裏のボスみたいな人と知り合う、はい、でその一人にプーチンがいた。 そういうことだと思いますねえ。プーチンは裏のボスというか、あの。軍の情報機関とかで働いてた人じゃない。ですかえっと、ね、プーチンはもともと K. G. B. っていうその情報機関のまあ工作員だったんですけど。スパイだったんですけど、ドイツに行って,いて、まあ冷戦が終わって帰ってきて。うん、え、まあサンクトペテルブルクの大学の、まあ担当で行って。っ そこの仲良かった大学の先生が市長になったんですね、うん、その後政治家に民主派の市長になって、彼に取り立てられて、副市長、プーチンはトントントンとなって、担当がそういったそのビジネス、シャンクトペテルブルクの市内のいろんなビジネスにまあ許可を出したり、そういう担当でしたから、町のこう顔役って言いますかね、そういうのってその繋がるんですよ、裏の世界で。 えーまあ、当,時当時そういう社会だったんで、はい、だから今、プーチンが一番その多く会ってる人っていうのは、ロシアのロシア銀行っていう民間の銀行なんですけど、そこのお、まあおまあ、一番のヒット株主の大金持ちなんですが、彼の別荘にそのコロナ以降、プーチンは一番行ってるんですね、で彼なんかもその時のあのー、サンクト時代の別荘が隣同士だったらしいんですけれども、そういうつながりで、えーまあ、行政の偉い人とお民間の、まあ、なんてうんですかね、闇のビジネスマンみたいな人は が,つながるそういうネットワークがあってプリゴジンおそらくそこにいたということですね。うんうん、ということはプリゴジンとおープーチンの関係っていうのは、えー、大統領になってからスリスリって近寄っていったとか、えー、プーチンがこいつは便利だと思って登用したっていうのはまあまあそのポジションとしてはあるんでしょうけども、えー、コネクション自体はあ大統領になる前から。 つながっていたってことですかと言われてます、まあ、これははっきりプーチンも言わないんで、本人たち言わないんで、そういうふうにまあロシアの民主派のおまあジャーナリズムの中ではそう言われていて、ただ、関係が密になったのは大統領になった頃なんですよ、ちょうど。ちょうどそ頃あのこに、プリゴジンは仲間の出資者、い,いわゆるその信仰資本家と一緒に、サンクトペテルブルクでニューアイランドってものすごい豪勢なレストランを作るんですよ。これれ川に浮かんんだ船を改装したもものなんですけれどもそこ そこにその外国のお客さんが来て、えー、まあ当時のシラクさんとかブッシュさんとかん、えー、ブレアさんとかがサンクトペ,ペテルブルクに来るとプーチンはこうそこで接待するわけですね。でそういうところからまあ非常に関係が密になったと。でその後大統領になった頃に関係が密になってそのコネを使って えーまあプーチンの紹介でえまあ軍の食料の配給とかそういったものの独占契約をしてそれでお金を作ったというのがプリゴジンの政治いわゆる政治の商人、政治とい,の政政治の人という一人になりますただ、その過程でえこれもロシアのジャーナリズムの調査なんでまだ裏がどこまでといのはからないんですけれどもそのプリゴジンの上がりの中からプーチンの親族あたりに結構お金がバックしたんじゃないかというような疑惑もありますま。まあまあ 要は当時のヤリツィン時代からプーチンかけてのロシアっていうのはもうそういうそいつの、はい、コネクションとお金でいろんなものが出来上がっている、はい、でそんな中で、ね、民間軍事会社を作るわけですよねうの食料の配給とかレストラン経営から民間軍事会社って普通僕らの発想にはないんですけどね。 もともとそれプリオジンが作ったわけじゃなくてロシアの軍の情報機関で GRU ってあるんですけれども、はい、あのそこがあ最初はその2013年に。 あのー、なんて言いますかね、あのシリアで、えーまあ、アラブの春があって、<え>えーまあ、民主対独裁政権みたいな紛争が起こったんですけれども、そのロシアはそのシリアの独裁政権、アソロ政権のところを支援してるんですが、まあ、あそこにロシアの、まあ、軍人を送り込むっていうプロジェクトをやったわけです、その GRU が。うんうん、で、その時にロシア軍はまだ入ってないんですよ、今、その後2015年からあの正式に空爆に参加するんですけれども、ロシア軍入ってない。 んでえー、じゃあ,あの軍は入れないけどもそのなんか民間な企業ならいいだろうってことであの最初は GRU が、まあ、香港を本社にした、うん、あのスラブ軍団っていうその民間、まあ、ガード軍団 警備会社ですねみたいなのを作ってそこからロシアの,あの軍人を送り込むというのをやってそれが翌年の2014年に大きくしようというんで、うん、ワグネルが誕生したんですね。うん、でワグネルが誕生した時に、まあ、あまあ誰かしらこの頭に人が入れた方が、まあ、いわゆるそのダミーとして、まあ、ある種の企業舎弟みたいなダミーとして <laughs> プリゴジンがプーチンと裏のネットワークでつながってますから、うん、じゃあ,あお前がいいだろうということで、まあ、彼があ、まあ、スカウトされて、うん、まあ

最初はただまあ最初、それは最初だけなんですよ。で、その後入っていくと、その後ですね、えー、どんどんそのプリゴジンの比重が高くなっていって、アフリカなんかにワグイル行くんですけれども、はい、そういったその現地の金とかダイヤモンドの,その利権みたいなものをのビジネスで、どんどんプリゴジンの発言が出てくるんですね。はい、で、これはね、私は当時は分からなかったんで、不思議だったんですよ。あののって我々はそのウォッチャー中でも非常にその、うんはい なんていうんですか 強力な情報機関なんですけれども、うん、なんでプリゴジンみたいなチンピラに牛耳らせてるんだろうなという分かんなかったんですけれども、今分かってきたのはあのキャラクターだからっていうことですね。<laughs> まあ要は俺が俺がっていう感じで <laughs>、はい、おそらく出ていって、はあ、<え>やらせろや俺にそういうことですね。はいっていうはい。であと裏のそういったビジネス会話になると裏社会に通じた人の方がある程度できるということで,とことでプリゴジンがおそらくあのどんどん自分から前に出ていって、はあ、でまあ GRU もおそらくちょっともてや ましたとは思うんですけれども、まあ、あやっぱりプ,あのプーチンと直接。 絡みがあってはははその流れであのベリンキャットってイギリスの民間調査会社があるんですけれども、そこが調べたんですが、はい、プリゴジンってそのクレムリンのもう閣僚クラスと普通に電話できる関係なんですよ、プーチンのコネがあるんで、ははなので、まあ、ある程度発言力はそこであったのかなということですね、はあ、あの先ほど来、その筋のおセリフになると、僕があの関西アクセントを使ってますけど、これ、あくまでイメージです字幕読んでるだけですから。<laughs> <laughs> でえっ、ー、と その雇われ店長とはいえ俺の会社だ、俺の軍事会社だおこの組織がないとお前ら何もできへんやろみたいな感じになっていくであのちょっとよくわからないんですけど例えばですよ今回あのウクライナにまあワグネルが入ってますよねに当たってそのワグネルに入ってでえ従軍するのであればえー刑期を途中で切り上げてあげるよと要するにまあ刑務所にリクルートに行って。 入んないワグネルにもうあのこれまでの今のこの景気半分であるいはもう免除してあげるからみたいなことがなんでできるんですか民間なのに。まあ大統領がいいって言ったからですね。<laughs> 結局、はい、ワグネルがなんで今回、もともとアフリカとかでいろいろやったんですけれども、うん、今回、ウクライナで戦争に、去年の2月に始まったときに、最初は入ってなかったんですよ、うん、ロシア軍だけなんとかできるだろうっていう、プーチン考えていて、うんはい、でやっぱり1か月後ぐらいに、もうキーウって首都が無理だっていうんで、そこから1回引き上げたことがあって、えー、部隊を東、まあ、ドンバス地方に振り分けた、はい、そのタイミングでワグネルに声かかったんですね。うん、でやっぱりそのその時それまででに最初投入した兵隊で は足りななないいいののので、うん、兵隊の数を集めなきゃいけないそすぐに集めなきゃいけないんだけれども、ロシア軍の,その兵士募集システムって、なかなかそうんあのまあ、ある種、お役所なんで、そういう意味ではワグデルはたけてたわけです、その人集めに関しては、<laughs> あいろんな宣伝を打って、人を集めるっていうのをたけてたんで、声がかかった でえー、大体1か月後ぐらいにそういった東側に入れるのにワグネルに声がかかったんですね。<ー>でただ、それも最初の頃はそれでよかったんですけど、やっぱり人が足んないんですよ、<ー>ウクライナにどんどんやられちゃいますから。えー、で、それでじゃ刑務所を回って、囚人に、えー、お前、これ、ワグ所 ワグネルに入っていけば刑期を免除してあげるということを言って、うん、じゃあ俺も俺もって手を挙げる人がいてワグネルはそこでばって人が増えたんですねでおっしゃったようにそんなことって法律上できないんですけれどもそれができちゃったのはもう大統領の OK があったからということだけですね。ロシアってあんまりその法律関係なないいんでで、はい、<laughs> そうかすごいなもう大統領の一言でおい、OK ロシアって法律、あまり関係ない。あのそうですね、まあ、建て前があるんですよ、建て前あるんですけれども、実際のところあの、プーチンが承認したものに関しては、うん、それの大統領の、うんお,まあ、お墨付きがあればということで、はい、そういうことがあって、えー、ただあの、戦争ですからね、うんえー、なかなかあの命も危険ですから、ワグネルに要望したワグネルチャレンジって僕らは読んでるんですけれども、<laughs> そのワグネルチャレンジで景気を終えて、シャバに戻りたいっていう人は、本当に凶悪犯です。 ほぼほぼ。今日わかるん殺人犯が非常に多いです。殺人犯が非常に多い。そんな軍隊統制取れるんですか？あのですから恐怖支配ですよね。中に入ってからもはい。だからあのもう荒くれ者ばっかりなんですけれども、まあそれに対してえもう上からもう言うこと聞かないと殺すぞっていうことで、はい。あの内部でそういった暴力も結構ありました。ということはワグネルは強いんですか？ ワグネルは、まあ、あの一人一人の兵士はおそらく荒っぽいしい今はその最前線の経験積んでますから戦闘経験はあるんですけれども、うん、ただ、その部隊として見ればあ装備的にはですね、えー、あと人数的にも、うんまあ、ある程度強くはなりましたけれどもロシア全体から見れば、まあ、本当に一部。 いうことですねだから今、あの去年から、ですね去年の夏、まあ、秋ぐらいからそのバフムートっていう場所に、はい、ワグネルが投入されてるんでそこにまあロシア軍から武器とか弾薬が送り込まれてですね、えー、まあそれなりの戦車、まあ、今回、おそらくそのプリゴジンと一緒にくっついていったワグネルの戦車おそらく給料とか重量とか。まあ 選手はあるんですけど、まあ、そんんなもんなんですよでそれはロシアの正規軍から見れば本当にもう1個一個部隊にすぎないということですね。で兵士の数も集めた数全部合わせると45万ぐらいになるんですけれどもだいぶまあ戦死もしてるしあとまあなんか手とか足とかなっちゃったみたいな人も結構多いんで一番最新のまあイギリス国防省の推計だと最後にそのプリゴジン、まあ、暴発前にプリゴジンの手,手元に残ってるのは1万5 5, ぐらいいいじゃななかとうようなことですよね、うん、ただ、まあ、その数字ははっきりわからないんですけれども、ただ今あの、ウクライナの中にロシア軍って20万とか30万ぐらい入ってるんで、うん、それに比べれば本当に一部、一部。はい、は個としては、あその戦闘能力はひょっとしてその1対1の格闘とかになれば強いかもしれないけれども、必ずしも全体を揺るがすほどのお トただ、そのバフムートの戦線で行われたウクライナとの戦いっていうのは、本当に人を消耗しながら、塹壕、ええ、<ー>対塹壕でもう100メートル対100メートルでお互いに殺し合うみたいな、うそういう非常にその熾烈な戦いで、そこはやっぱりです、ね、あの正規軍よりはああのワグネルの方が、うんあ、そういった命がけのところに、まあ、ある種軍から見、ロシア軍から見は捨て駒のような使い方、まあ、鉄砲弾部隊みたいな形で、 導入されるという意味での、うん、あの、ウクライナから、ウクライナ軍から見た、そういった嫌な。強さはあったと思います。うん、なるほど、ね。ういうで,ね、で、はい、そのワグネル、まあ、ワグネルがというよりは、ほぼほぼ。プリゴジンがっていうことですよね。はい、ねそうですね。はい、これはね。はい、だから、あの、先ほど打ち合わせの時に、その、ワグネルの反乱。 とくくくるのではなくプリゴジンの乱っていうのが一番本当なんじゃないかとうう、ねね、プリゴジンのキャラクターですよね、まあ、彼がまあこういうふうになって、うんで、ワグネルも最初言ったような GRU の高級指揮官みたいな人がです、ね、ほとんどおそらく今、逃げちゃって、はい、まあ離れていない、うんで、プリゴジンがそういったその刑務所上がりみたいな兵士を集めて、で最初は彼はただの,その、まあ、人をま,まとめて入れるという、そういう人だったんですけど、去年ぐらいから、 前線に行くようになったんですよ。ちょこちょこと。なんか防弾チョッキにいっぱいこう、はい、マガジンとかを刺していかにもこうバババーンって撃つぜみたいな感じの。 でたそうであ彼はあの軍役行ってないんで、軍人じゃないんですけれども、もともとはそういったオーナーさん、まあ、社長、雇われ社長,社長でしたから、あんまり出てこなかったんですが、うんまあ、ちょこちょこ前線に行くようになって、うんえー、で本当に今年入ってくら,らいから、ずっといるようになったんですね、おそ、うん、らくああいうキャラクターなんで、えーまあ、ワグネルの上,上級幹部と、うん、おそらく相当仲良くなって。 意識、まあ、みたたいなんんでで結ばれたと思うんですね、うんでまあ、ワグネルから見ればですねそれまで国防軍ロシア軍からは軽く扱われてはははもう一番ひどいところに行ってお前ら死んでこいみたいな扱い方をされて非常にそのやっぱり反感がある中で今度来た社長は、うん、あ上野。 大本の元請けの上層部にがんがん文句言ってくれるということで、ある種の連帯感が生まれたんじゃないかなというふうに思ってますあしかもそのうちの社長は、プーチンともまぶ立ちやでというような、ねはい、そう彼、ねはい、自身、あのプリゴジン、おそらく仲間内では、プーチンだったら俺の言うこと、何でも聞いてくれるぐらいのことは、おそらく言ってたと思いますで、そのプリゴジンが反乱と言いますか、いよいよその本題なんですけど。はい 何がしたかったんですかそれにつきる何がしたかったんで,すかですからねワグネルの親分でいたたかったんです、ねはい、いやワグネルの親分でいられるじゃないですかいらないだったんですよそれが<え>今回のですからあの暴発のきっかけはそこなんですえっ ですもともとそういう親分だったんですけれども、うん、そのどんどん SNS、テレグラムっていう向こうあるんですけども、あれでかをバンバン軍の批判するようになったもんで、なんで、その砲弾、まあ、ロシア軍自体もちょっとその一時期、砲弾がちょっと不足した時期もあって、まあ、だいぶ回復,、うん、回復したんですけれども、あの砲弾 とか弾薬ですね、うん、えそういったものの補給が遅れたことが何度もあって、まあ、後回しにされるんですよ、ワグネル実態が軍の中で、ですねそうすると、まあ、それに対する現場の不満もあるし、プリゴジン自身も前線行ってると、もう周りでどんどん死体とか見,見ますから、うん、頭にかわって血が上って、ふざけんなってことを言い始めると。そういうことですね、はあ、でそういういことを言い出すと、今度は軍の方で、あこいつらはもうだめだなって。 っていう話になります、うん、それで今回の暴発のちょっと前なんですけれども、うん、おショイグ国防大臣から発表がありましてワグネルは国防軍と契約しろ それまではあのファジーだったんですよ、しっかり軍の指揮官になかったんですね、ワグネルの兵士は直接う、一人一人軍と契約しろっていうふうになって、うん、それまではプリゴジンにみんなばーんと渡して、プリゴジンが配下に全部配る、うん、あ言ってみればプリゴジンのプライベートアーミーを、うん、国防軍があ,ある種、 ケアするというやり方だったんですが、もう一人一人全部あの国防軍と契約しろって話になって、うん、要は何をしたかったかっていうと、うん、あのショイグさんはプリゴジン外しです、はあはあ、そうするとプリゴジンがああのもう指揮権がなくなりますんで、うん、でプリゴジンとしては自分があのプライベート網だったワグネルを取,、うん、取り上げられるということですね、でそれで怒っちゃったわけです。はあで じゃあその、えー、っとショイグ国防相とゲラシモフ参謀,長参謀総長を変えろっていうのはつまりは俺を取るかあいつらを取るかどっちやねんなということを、はい、プーチンさんに今迫ったと当然、俺を取るはずやとそういうのがプリゴジンの乱の。えー 理ですから、彼はもう、実はその今回の、まあ、こ行進って、彼らは言ってるんですけれども、うん、その行進始まった時にも声明出してるんです、プリコジン本人が。でこれはあの要はその正義の,正義の行,進行進だということで、うん、別に反乱ということを言ってなくて、うん、で自分の目的と言いますかは、うん、あとにかくうう上軍の上層部を変えろということですね。うんうん、で彼が言言っってるのは、まあそののはは始めた時に言った時軍の 兵士も,もう参加してくれと自分に、要は彼は抗議デモなんですよ、抗議デモねはい、はいで、ただそれも軍にやられちゃうとだめなんで、んえーまあ、武装していって、うんえー、もしそのショイグやゲラシモフの指揮官にある部隊が邪魔するようだったら、粉砕するぞみたいなことは言うわけです、ただ一般の兵士に対しては自分のところにもうどんどん加わってくれという呼びかけをしているわけですね。で彼のの中中ではおそらく軍の中にも その今回の,プあのショイグとかに反感持つやついっぱいいるんで、はい、自分の仲間がいっぱい集まるだろうと、うん、でそれなりの大きな勢力になればあのプーチン大統領も目を覚ましてくれるプリゴジンの予報が正しいんだっていうふうに気が付いてくるんじゃないかと、うんまあ、そういうことを期待していったわけですね。あの一部ででではそのワグネルのお、まあ、創業者ああり総帥であるという以上に、えー 国民からの人気も高くって政治的野心まあまあプーチンに代わってとまで思ってたかどうか分かんないですけどもその、えー、さらに高いポジションをまあ望んでいたみたいな話もありますけど,そこ,はどそこは分からないですよね彼本人ってそこ行くこと言ってないんで、うんえー、ただそのおいわゆるそのプーチン派のおープーチン陣営のおまあもう一つナンバー2ぐらいのせあの あのあの政党があるんですけれども、はい、まあそこには顔を出して、えー、そこであの政治家になるというようなことはや、動きはありました、ただ、それを彼は声高に言ってたわけではなくて、もうずっと今年に入ってから言ってたのは、とにかくワグネルを、うん、おもっと熱く扱えということですね、<ー>手厚く扱えということは一番言ってましたね。ですから、まあ、彼の頭に血が上ったっあのもう映像の通りで、はいえー、とにかく自分は愛国者であり、ープーチン大統領のために、 とロシアのためにウクライナと戦うというようなことで、うんえー、俺たちの部隊はこんだけ死んでるんだっていうことを言うわけですね、うんえー、なので、もうちょっと扱く扱えっていうことをまあ一番言ってましたんで、うん、おそらくまあそれは本音だと思いますから、はそこで、はい、まあ冒頭、松川さんからもありましたけれども、抗議デモだと、自衛、まあ、行為だと。もう 勢いを示すんだというようなところで進軍したところモスクワの割と近所までススススススッススと行けた,行た、ね、まあ当然途中、交戦もあったという,ような話はありますけれども、はい、というような状況で新聞の、まあ、見出しを見てもです、ねまあ、これおとといの朝日新聞ですけれども反乱1週間動揺を隠せぬロシア。 とあるで、えー、沈黙を守っていたプーチン大統領も、その反乱後、24日午前になって、えー、ワグネルの行為、裏切りだと批判し、でしかも、えー、異例の、えーまあえー、短い時間に2回にわたって、えー、演説をするとか、ですね、えー、かなり動揺したんだと、それから権力基盤が、えー、揺らいでいるんだみたいな言説がありますけれども、プーチンは慌てた。あこれはですね、えー、お分からないんですよ。 ただあの、プーチン政権、プーチンとそのプーチン政権が今やってるのはあ、一切慌ててないですよっていうアピールです。と、はい、<laughs> いうことは、慌てたんじゃないですかいや、それはですから、わからないんですよ <laughs> だからプーチンは当日の朝午前10時に、最初に、これは裏切りだって声明を出して、その時焦ったのはおそらくプリゴジンの方ですね。 もちろんそうです、プリゴジンはプーチンに褒めてもらえるって言いますか、そういう考えで言ってるんで、プーチンがプリゴジンたちに対して裏切り者だって言った時点で、彼はもう終わったんですね、その時点で。ただ、それでもロシア軍の中にまだ遮る部隊がいなかったもんですから、そのままばーっといって、モスクワの近くまで行ったんですけれども、その時点でクレムリン とですね、まあ、プーチン本人ではないですけれどもなん、はい、とか収める方法やっぱりモスクワ戦乱みたいになったらどっちにとってもよくないんでっていうことで、えーまあ、ベラルーシのルカシェンコを間に入れる形でなん、まあ、とか、うんえー、歩行を収めるっていうのをやったんですが、うんまあ、そういう意味で、えー、まあ プリゴジンが暴れるっていうのは単なるちょっと変なやつが暴れたぐらいの話なんですけれども、それがそのモスクワ近くまで行ってしまったっていうのはちょっと大きな動揺はあった可能性があります。うんただあのじゃああの他のところでいろいろ俺も俺持って来るかっていうと誰も行かないし、うん、まあ今その 事件があった本当に24時間後ぐらいからもプーチン政権全力で何事もなかったのような平常でしたみたいな話になっていてまあロシアの国内の一般の人たちとか有力者も含めてみんな何事もなかったような感じになってますんでその最初、西側が期待したようなロシアの中でなんかこうプーチン政権が揺らぐというようなことは起こってない。 うん、最初でもその反乱のニュースが出た時はいわゆるその プーチンさんが弱小化ではないですけれども揺らいでるんだろうなっていう現れだと思ってたんですがそういう兆候ですからそういうことは起こってなかったんですね、うんはい、実際のところはただその、まあ、今回のプリゴジンの乱に関し,関してはとにかく西側アメリカとかイギリスとか、まあ、西側の国の政府、はい、まあ特にアメリカなんですけれども、うん、その時プーチン政権が揺らいでるっていう散々みんな言うわけですブリンケンさんなんかもすぐ言ったし。からだ 要はそういうふうになったらいいなっていうことはあるし、そっか、まあ僕らもそう思いますけらねそあの。それは期待もあるだろうし、そうやってその周りが言うことによって、ロシアの中でも、えー、<ー>そういう期待を持つ人が出てくればいいだというような、まあ、ある種の情報戦みたいな感じかなと思って、えーまあ、そうなれば本当にいいんですけれども、実際、ロシアの中で、えー、まあ、 プリゴジン続くような話とか、えー、プーチン政権揺らぐような具体的な話は1個もないんですね残念ながら。あ<ー>という,あーっていうことは、まあ、今のお話を聞いていると、まあ、これは愚問かもしれませんけどもこのプリゴジンを誰か焚きつけた例えばウクライナ側が何か工作をしたとかあるいは西側が、えー、そのロシア国内の動乱を,を意図して何かしら裏でこっちょこっちょ動いたとかそういうことは 今のところはないですよね、ですから、基本的にはロシア軍とプリゴジンの間の喧嘩なんですね。うんえー、ただ、そのだいぶ前から、例えばあのウクライナの軍の情報機関の、まあ、あそこのボスのブダノフさんっているんですけれども、彼なんか、もう。 わざと,わざとそのプリゴ・ワグネルと国防軍が揉めてるって話をガンガン流したりとかアメリカっいうよりイギリス国防省とかイギリス政府筋がよくそういう情報を流すんですね、うん、なので、えーまあ、ある種、そう煽ってはいました、うん、煽ってはいたけれども、まあ、それだけでプリゴジンは別には暴発したわけではなくて、うん、まあ実際のところそういう国防軍の中で、えーまあ、プリゴジンはああいうキャラなんで言い過ぎちゃうわけですね。でそれに対して でね、あのまた締め付けがありますから、うんあまあ、彼の性格がやっぱり招いたというか暴発する前日なんかはですねプリゴジン、口が滑ってんて言いますかねただ、今それまではプーチン大統領のことをずっと褒めてたんですけれどもプーチン大統領はあの騙されてるってい言い方をおっしゃって<う>、はい、戦争あの、ウクライナ側は別にロシアを攻めてもいないし、えー、ロシア系 の住民を弾圧もしてないし、今回、する必要ない戦争なんだみたいなこと言っちゃったわけですね。では<ー>、はい それはロシア側のロジックに立てついててしまいまいいすよ、ね、ロシア側っていうよりもプーチンのロジックなんですよ。だからこれ,これを聞いた時点でああ、もうこいつ終わったなって僕は思いました。ープーチンそれ許さないんで絶対言っちゃったーっていう。はいはいまあ、本当のことなんですよね。まあね本当のことなんで <laughs> おそらくみんな仲間内ではみんな言うんですよ <laughs> ね。だから恐らく現場の兵士の中ではみんなそんな話があるとは思うんですけれども、うん、それをああいう公開のテレグラムで言っちゃうと、うん、プーチンのは自分が判断して。 で同じで戦うんだっていう正当性で始めてるわけですからこれがプーチンいくらそのプリゴジンがプーチンさんあなたはショイグとかに騙されてですよって言ってもプーチンは許さないですそれは自分が騙されるなんて認められないですからの人は,プーチンさんはあなるほど俺を騙した奴なんて許さんじゃなくて俺が騙されてるという話自体は許さんっていうことですねプーチンさんずっとそういう人ですずっとそういう人あ、俺が騙されるわけないだろう誰だ俺が騙されたって言ってる奴はっていう なるほどであのルカシェンコベラルーシのル,ーシ、えー、ルカシェンコ大統領が間に入って「いや俺がさもう言ってやったわけよ潰されるよ、ね、虫みたいにな」だから今のところ、ま、ええー、とこでちょっと矛収めとかな <laughs> ほ潰されるよほんで俺が中入ってうまいことまとまってうちんとこに来てもらうねとりあえずな、はい、っていうふうな感じの。 今度でででますすすそそうですね昔からそんなな話ってやっやたたみたいな感じのドヤ顔なこれはルカシェンコののででそそうういいいいいい絵を描たかやややそんななありえないですねはプーチンやっぱクレプーチンというかクレムリン にまあ頼まれたそういう役割をえ担当しろってことになって、うん、頼まれて反応。そういうことですか。そうですあの全部そのプーチンがあの承認しないと動かない話なんで、えー、えー、まあそういう話にしようということですね。で、あの <laughs> まあそれで。<laughs> えー ムカシェンコはですね、うん、えまあそれに乗ってあげて人、うん、肌脱いであげたっていう形になるので、うん、まあ本人はいい気持ち気分なわけですね。うん、この人肌脱ぐことで何かこう見返りがあるとかそういうわけではなく、うん、まあ自分がまとめたぞっていうのをもうバンバン言っちゃうわけですね。<の>ですから自分がずっとそういう話を言って、うん、まあプーチンとプリゴジンがそこのやり取りを黙ってるもんですから、まあ彼は言いたい放題。うん、えただまあ彼はな元々 あの巨言兵器の大きい多い人でついあの数日前もですねロシアから来た核兵器は俺が使えるみたいなことを言っちゃってロシアに怒られちゃうんですけど昔からそういうやつですからあのルカシェイの話ってあんまり聞いてもしょうがないかなって気がします。と <laughs> いうことは俺がまとめたでって言うてはるけれどもまあまああ言わしてててるっていうかそういうことですね。はい まあまあまあそういうふうに話に持っていく<ー>、これ、なぜかというと、まだプリゴジンにくっついていった兵隊が、先ほど最初,の最初のニュースにありましたけれども、おそらく8000人ぐらいいるだろうと言われてるんですね、はい、でプリゴジン、最初にこうプーチンが捕まえて殺しちゃったりすると、その8000人のうち何人かが暴発する可能性があるわけですね、それをまずなんとか抑えなきゃいけない、プリゴジンとその残っていたワグネルの兵隊をまあどうまとめるか。 まあどういうふうに扱うかというところで、はい、まあロシア国内よりは1回ベラルーシに持っていく、うん、それはワグネルもロシア国内だったら投降を嫌がるかもしれないけれども、うんまあ、大方の部隊は、ね、元の地区エにウクライナに戻ったらしいですけれども、うん、やっぱりちょっとこれは調べなきゃっていけないんですは隔離してベラルーシということ,ことですね。ということは、えー、とベラルーシがワグネルを引き受けるよとこっちでじゃあ面倒見るわと言いつつ現、まあ、実際のところは まあ捕虜というか武装解除して君たちちょっと調べるからね。 っってていう人たちが集められてるっていう、まあ、捕虜とまではそういう言い方多分してないんで,すでしょうけれども、うん、そのもうとにかくプリゴジンとは切り離すと、うん、いうことになると思います、うんでまあ、そこでいろいろ調査もして、はいえ、ただ、ほとんどのワグネルの兵士もは、うん、よくわかんないでついてった人たちですから、うんまあ、ロシア軍としては彼らはもう一度戦力として使いたいというのがありますから、ロシア軍の指揮下に戻すということになると思います。はあ さんはその後どうなるんだろう,うその後のことはねいったんコマーシャル挟んでいっぱい、はい、ししこのあとは聞きたいなと思うんですけど、はい、あのさっきねその雇われ店長ですねんと雇われ社長ですねんっていうような形でその、えー、ワグネルという会社をあ預けられてでもそこからあ自らのキャラであのガン,ガンあの俺が俺がっていうふうになっていった。で、えー、実際その、えー、戦場にも 出向きで現場のまあ球場というか自分の会社の戦士たちの状況を見るにつけちょっとお前らの代弁者になるわー言うてるっていう状況で言うとそのワグネルの戦闘員たちまあ社員と言っていいのかどうかはそのプリゴジンに、まあ、浸水してるというか「兄さんについてきますぜ!」っていう,う空気感なのか。 いやまあ許してもらえる言うから罪許してもらえるって言うから来たけどなんかもうえらいことになったし知らんわっていう空気感っていうとどんな感じの。 色分けなんでしょうね多分その司令部って言いますかねあの中心部は割と結束しちゃって可能性が高いのかなというふうに思って<ー>ただワグネル自体がですね一回掘るになって戻ってきた人をこうハンマーで頭を叩いて殺しちゃったりとかかなりその厳しいその刑務所の中みたいな雰囲気の。 チームですから、うん、まあそういう意味では、す、付きあれば逃げたいってやつもおそらくいるとは思いますけれども、ねうん、まあ,あ言ってみればそのお反射勢力の上層部が親分のためにみたいなところもありますので、うん、そういう人たちも当然いると思います。うん、ああ、一定です。ただ、ただここは本当にもう推測するしかないんで、実際どういう関係かっていうのはああちょっとわからないですね。うん、ワグネルのあの中枢の司令部ってどこも取材してないんで、うん、ちょっとわからないです。うん、なるほど。 さあ、えー、残り時間があと10分ほどになってしまいましたので一旦コマーシャル挟みまして今後の話ですよねワグネルはこれからどうなるプーチン政権はこれからどうなるうウクライナ情勢に影響はあるのかないのかあのキャラ立ちした人はこの後一体どうなってしまうのか一旦コマーシャルです。 厳選月一ジャーナル今日のゲストは軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。引き続き続よろししくお願いいたします、はい、さあ,すさあ今日はあプリゴジンの乱、はい、そしてその後ということで残り時間はその後に使いたいと思いますが、まあ、い,いろいろ気になると思います、はい、まずワグネルという民間軍事会社とそれから、まあ、その飲食も含めていろいろ手広くやっているというプリゴジンの会社。 これどうなりますかねあのまあ、プリゴジンはおそらくもう終わりですね本人はおそらくもう何もできない、うんえー、命すら危なくなるということになると思います、うん、ただその、うん、中のチームがどうなるかっていうのはまだ不透明で、うんえー、まだその軍事勢力が何千人もいるんで、えー、まあ、すぐに 全部潰すってわけにいかないですから、まあどうしようかということで、ただその先ほどもニュースにありましたように、そのもう新規の兵隊の募集も止めるということもあって、うん、あとその海外での活動なそのまあ、ロシア当局情報だとまあそれは継続するということなんで、うんえー、ただそれをどういう形 まあこれまで通りにやるんですけれども、まずプリゴジンはいなくなる、残ったワグネルがどうなるかっていうのは、まあ、基本的にはあんまり元に戻っていく状況にはなると思うんですけれども、ワグネルっていう名前が残るかどうかは分からないです、まだ。<ー>はい、じゃあ,あの、相変わらず、ロシア正規軍が入っていって、直接やるわけにはいかない仕事を、まあ、ワグネルが今やってるっていう理解でいいですか。 そう,ですはい、そうなんですけれども、うん、ですから、ワグネルの残った兵士を戦力化するのに、ロシア軍の中に入れるのか、はい、もしくはワグネル的な、まあ、名前を残すかどうか分からないんですけれども、ある種の傭兵部隊みたいな形で、うん、セキュリティ会社ですよっていう立て付けで、それでロシア軍と直接、個人個人の契約にするのか、そこら辺はよく分からないですよね、そのロシア軍としてはあの、部隊にバラバラに入れるってあんまりよろしくないんですよ、みんな、殺人犯とか。 ある程度まとめて、えー、そういうその一番ロシアの兵士でさえちょっと投入できないような作戦に彼は免罪と引き換えにやりますからそういう意味では使い勝手がいいので、はい、使いたいとは思うんですけれども、うんうん、それをどういう形にするのかってはまだ決まってない状況ですねなんか使い勝手がいいとかっていうのはうなかなか残酷な言葉ではありますけれどもね。捨、ね、ててっ先を お話しされてですから、<laughs> あの例えばそのバフムート戦線なんていうのは、うん、もうつい最近、えーまあ、去年の秋からまず今年かけて2万人ぐらい、ロシアの兵士も死傷、まあ、おそらく死者がそのぐらい出てるっていうふうに推測があるんですけれども、その死者の半分ぐらい、やっぱりワグネルなんですね、はい、<ー>その全体で何万人対、ロシア軍の数から見れば一部ですから、うんえー、し死者の比率が圧倒的に多いです。うんうん、あの 聞くところによると、非常にこう、えー、ちゃんと生きて帰ってこられる作戦ではない使われ方をしていたというふうにも聞きましたけど、はいまあ、全部じゃないんですけれども、うん、特に初期の頃のバフムート戦で、まあ、ウクライナ側から出てる話ですと、本当に数人、さ3人、4人ぐらいのもう銃だけ持った兵士が突っ込ませられて、うん、それに対してウクライナが攻撃すると、うん、ウクライナの陣地の、残後の場所がありますから、うんえー、それで分かったっていうんで、後ろのマグネル。 の部隊が砲撃をかけてるもうで危,危ないっていうんで帰っていくと後ろから今度はワグネルの特戦隊が特戦隊が撃つと。なことを、まあ、あウクライナ側はそれを見てなんか幽霊部隊が突っ込んでくるんだっていうようなことをよく言ってましたね。 さあそしてまあ先ほどちょっと言及もありましたけれどもまあワグネルとプリゴジンがセットとしてえ今後一緒に活動できるということはまあないやろうとなあもう。もうありえないです、ね、ありえない、はい、でプリゴジンですけどもあのベラルーシに入ったんだっていうんですけどお生きてます 分かんんないんですよこれがだから確認取れてないんで一応本人の声明みたいな音声のデータは出たんですけれども、うん、まあそれがどこからっても分からないしルカシェンコは、ね、あの自分の国に入ったってのは発表してますけどルカシェンコなんでみんなあんまり信用できないんで,んでどこまでか本とか分からないです本当にそれは。うん、ただ個人がが使ってる航空機が、うんあの そのミスクのほうに飛んだみたいなデータも集めると、あまね、まあ行った可能性は高いです、うん、ただこ後は、うんうん、この後あは、プリゴジンはですねやっぱりそのプーチン大統領の政権にダメージを与えたの事実ですから、長生きするのは難しいのかなというふうに思いますねやっぱりそういうことなんですね。<ー>まあいい 許さないですよね、うん、ただ今、とにかくプリゴジンを処刑殺しちゃうとその残った部下の扱いがちょっと怖いっていうのと、うん、あとはやっぱりプリゴジンはプーチンとずっと裏の仕事やってきましたからそのプーーチンのダークサイドを知ってるわけですねそうか、はい、だからあの今までの通り調子で SNS、テレグラムでバンバンしゃべってそのうち何言うか分からないいうことでもう彼自体はその、まあ、テレグラムの活動からもう排除されてますね、すでに。は,いはー 要は秘密知ってますからね、プーチン政権と、ね、FSB のこれまでのやり方を見て、そういう人間で長生きした人いないです、そうかだからあの、殺すっていうよりも、ね、あの突然、どっかであの酔っ払って窓から落ちるとか、そういう亡くなり方をする人が多いですじゃあ、どこかで酔っ払って、えーっと、足を滑らせて湖に落ちちゃったりするとか、えー、窓から落ちちゃうとか。 車とぶつかっちゃうとかってことが起こるかもしれない。もうこれ可能性は非常に高いと思いますね。だ高いんですか。いわゆるその民社の人たちとか反反プーチンでう立った人はもっとわかりやすく、はい、あの毒をもらわいれたいってケースが多いんですけれども、うん、それはあの見せしめ的な意味があるんですが、うんうん、まあプリゴジンの場合はまだ信奉者も何人かいますんでね。うん、そういう意味ではあの自己死する可能性の方が高いの。自己死す思います。一、うん、<laughs> にせよ。えー てしまうっていう。可能性があ。っていうか、もうプリゴジンが、何か、もう一回こう復活して何か、をっていうのは、もうありえない。それは、みんな。仲直りっていうのもないんですね。で、えー、このプリゴジンの乱が、プーチン政権に与えたダメージって。 どれぐらいですかいやー、これ、本当分かんないんですよ、ですから、そのダメージになればいいなとは思うんですけれども、先ほども言いましたように、あのロシア国内、平穏なんですよ、<ー>一切動揺してるっていう情報がなってないんで、うん、今のところ、なかったことになかったことに、要はあの変なやつがなんか,なんか言ってたわぐら,言ってたぐらいの話で収まっていってますね、現状は。うん なかったことにしたけども、実は内側で深い傷があるのかないのかっては今分かんない、はい、あの深い傷てプリゴジンじゃなだけじゃなくて、うん、そのウクライナ侵攻自体に対する深い傷はもちろんあります、あ<ー>あのみんなロシアの中だって、えー、あんなのやんなきゃいいのにと思っている人いっぱいいるはずなんで残り時間が45秒ほどになりましたが。はい 今回のことがウクライナのまあ戦況ですねに与える影響は。うん、ですからこれであのもしモ,モスクワで暴れたりすればダアッとこうロシア軍が引き上げればですね、うん、なったんですけれどもあんまりなかったんで大きなことはないです。うん、ただここ数日ちょっとウクライナ押し気味でありますけどそれほど大きくはないです。うん、ああそっか。欠ないなんかね<え>い乱だったの、ね。かないなんだけどもそれが何かロシアに。 後を残すのか残さないと、ね、分かんない今日は黒井文太郎さんにたっぷりお話を伺いましたどうもありがとうございました厳泉月一ジャーナル次回は8月7日月曜日ですではまた来月